ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2実況者のエデポンゲです。よろしくお願いします。はい、前回はとりあえず雪山のね、途中まで行って、何やかんやで、一回戻ってきたわけ。うん、あの配合大木槌を、ブラウニーにするので一回戻ってきて、でレベルも、ちょっと上げなきゃいけなかったんで、上げて、アルミラージと、大木槌を配合する、うん、配合しときました。はい、で、できたのがこのブラウニーで、でもね、一応レベルは10、レベル10までね上げておきました。見てください、このブラウニーはね、このシリーズで強いよね。攻撃力だけで言うと、攻撃力ランキングで言うとかなり上位に食い込んでくるね、モンスターの一匹です。ただ他がね、もう運カスですけど、他がちょっと運カスなんですが、まあ殴りだけなんで、もうテンションでスカウト要因っていうのもあるんでね。でいたずらモグラはそのままと、あと C 名だね。はい、とりあえずね、雪山はもうこのメンバーで攻略する、予定です。はい、このまま、今日は今から雪山に入っていくんだけど、雪山のボスのブオンジュニアまでね、駆け抜けようと思います。はい、 HP もね基本的にはまあ100あればもう余裕なんだけど、90とか後半まであるんで、まあ道中ね敵と戦ったりするんでちょっとはレベル上がると思うけど、ただ C メーターだけちょっと不安ですね。いかんせね HP が低いちょっと思ってたより低いわ HP が。では行きましょう。であと捕まえなきゃいけない、魔物があと2匹おるんよな。雪山ではあと2匹ちょっと捕まえなきゃいけない。1匹がまあすぐ出てくるホークブリザードで、もう1匹がボス手前の洞窟で出てくるあのドラゴンのリザードキッズ、うん、を、一応捕まえなきゃいけなくて、なおかつそのリザードの方はプリズニャンと配合する予定なんで、オスを欲しいわけなんです。はい、うん、オスが欲しくて、でエッチな本を無駄遣いしちゃったわけで、一つ無駄遣いしちゃったわけでないんで、ちょっとそこが運任せになります。オス、はい、運任せになります。まあ なんでそれを捕まえなきゃいけないかっていうと、あの電電流がそのリザードキッズ と、自然系を配合することによって、作れるんで、でその作ったのを、スカウト級のドロシーちゃんにね見せに行くっていう、そういうことですね。だからアルミラージ配合に使ったんで、ちょっとここで捕まえちゃおうか、今思いついたわ。あ、ちょっとごめん、マウスがちょっと、マウスの下半身がちょっと画面に映ってたかもしれない。捕まえちゃおう。あ、ホークブリザードも欲しい。いやー、まあ、アルミラージ先捕まえよう。これで、まあ、アルミラージが、そのプリズニャンとね、反対の、オスか。オスだったら、その、リザードキッズ、どっちでもよくなるんで。性別がね。そうなればラッキーだよね。ラッキーっていうか
実に効率的ですねっていう話。で、まあホークブリザードは、その電電流と配合します。25いけるか。ホークブリザードと電電流をすることによって、あのスノードラゴンっていう魔物が、生まれます。で、そのスノードラゴンが、その次かな、電電流の次のスカウト級で、お題になるんで捕まえておこうっていう。オス、オス？はい、勝ちゲー、勝ちました、勝ちました。でもう板はもういいかな。一応スカウト要員として入れてるけど、もうここに2匹2枚看板がいるんで、うちには板帰ってもらいましょう。よし、これでキッズはどっちでも、性別がどちらでも良くなったんで、あ、なんか解決したわ。あっさりあっさり解決していくね。その問題ごとをすぐに解決する、まさにま、大卒プレイですね。これが大卒プレイ。やっぱ大学出てるやつのさ、プレイは違うよな、やっぱり。ほんと、いろいろね、実況の動画得て大好きだから見るんだけど、大体その大卒プレイじゃないよね、みんな。高卒プレイだよね。まあ得てみたいに、高学歴で大学もしっかり出てて、大学出てて、そのいいところに就職してエリート街道、よっしゃね。エリートはね、エリートはメタルスライム出てきたぐらいじゃね喜ばないんでね。まあこれ別にメタルスライム狩らなくてもよかったんだけど、ちょっとせっかくなんで来ちゃった来ちゃった。もうプチメタルじゃないんでね、枯れるときに買っとこう、ちゃんと。あーしゃ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 、よしよしよし、強い、はい強い。んーで、ここは変えて、シーメーダイ、アルミラージか、イタープリズニャン。アルミラージ上げときたいから、板ちょっと下がってもらって、アルミラージレベル上げておきます。あーけど鉄砲水ちょっとあんまり乱用してほしくないな。まあ一応ね、途中に回復できる、棒のようなものはね、あるんですが、温存していけ、ちゃんと温存で。ブラウニーはもう攻撃ぶっぱで、はい。以上、獣道のねハートブレイクだけ覚えさせています、念のためね。よし、戻ります。スライムファングもね、捕まえても、普通にプレイしてたら、捕まえてる、エテだったら。スライムファング。ほんと、侍っていうスキルはね、優秀なので。あ、そうか、ブオンジュニア。あ、向こう、逆行ってくれてるわ。で、ちなみにこのブオンジュニアなんだけど、これはプロフェッショナルだけかな。足元確かね、うろ覚えなんだけど、ちょっとうろ覚えなんだけど窓ハンドがさ、密林で逃げていって薬草の袋を落としたじゃん。んで、雪山ではそれが袋を落としたら、その笑い袋がね、出てきたと思う。これプロフェッショナルだったら両方一応昔やったんで、どっちやったかな。
まあ笑い袋いらないんですけどね、別に。はっ、はいはいはい、しっかり避けてね。もうここから無駄な戦闘は行いません。無駄な戦闘は一切、無駄な戦闘は。でキストーラを探して、まずキストーラ、これキストーラ一回話しかけておいた方がいいよな。キストーラがいない。あ、そうかそうか、こっちだ、こっちだ、もうすぐにこっちです。こっち行くと火種があるところがあって、もうキストーラ先にそっちに回ってるんで、まあそこでダースルフェンとのまた戦闘ですね。2回目のこれ拾います。ちょっと今メタルストーンが欲しい。サンキュー。あ、いたいた。今回3匹なんだよな。まあ、シーメイダの素早さが勝ってて、水鉄砲即打ちできて、いい感じに、いい感じに勝てる。よし。イメージ、イメージが大事。どけ。キストラ、どけ。死にたくないなら、俺の後ろに下がっておけ。巻き方を忘れちまったからな。水鉄砲だけ、命令していけ。よし、素早さ早いからねこいつは。80、全体に80。14、ブラウニー14、板10、12。あー、耐えれる、全然耐えれるね。レベル上がっただけはあるわ。で、すぐそこに回復する、棒のようなものがあるんで、もうここは打ってもらっても構いません。よし。はい。もうどうなっても知らんぞ。ここでね、キストーラが、得てを認めてくれるわけですね、はい。で、火があるんだけど、これすぐ触っちゃうと、それ以外のアクションが一切行えなくなっちゃうので、先に回復とか落ちてるものは拾って爆弾石、これ意外と使えるんだよね、爆弾石って。で火を持っていく。でこれ火持った状態でね、敵にね当たっちゃうとね、火消えちゃうんで、まあ何回かはね大丈夫なんだけど、気をつけてね行きましょう。ホークブリザードがね、突っ込んでくるんで。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。オフェンスなんだよな。めっちゃオフェンスなんだよな、今。逆。これ当たっちゃうんじゃない？これ大丈夫？ああ、意外とガバいんだ。意外とガバいね。ちょっと待って、ちょっと、よし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 、今のうちに。でブオーンジュニア、ブオーンジュニアが、まあ、ここの、ボスなんだけど、結構ねやっぱビッグモンスターなだけあってね、まず攻撃が全体攻撃、常にね全体攻撃で、まあ火力自体はね全然高くはないんだけど、それ以外に確か火の息とかねやってきたはずなんで、
本当回復できるキャラ1体は追った方がいいですね。まあ、今回で言うところの、エテのメンバーで言ったらあいつ C メーダー、うん、C メーダーが一応回復持ってるんで、まあ水鉄砲と併用してね、あの攻めれそうだったら水鉄砲を打たすし、回復させなきゃいけない場面はホイミと、あと自分でね、薬草、使っていきましょう。ちゃんと10個ね、仕入れておいたんで。で、常薬草が、一応その平原の闘技場でね無限に取れるんで、あのルーラー使って行き来してたら無限に取れるんで、あれ、まあそこで、まあ、時間かけて集めてもいいね。安定取るならね、安定取るなら常薬草いっぱい、集めれるだけ集めた方が良い、良いでござんす。ちょっと待って、ホークブリザードまだ捕まえてねえな。ちょっと待ってくれ、もうこれ中入って、抜けるともうボス戦始まってしまうので、ちょっとここら辺でちょっと敵に当たっとくか。敵に当たっとくか、出るかな、ここ。あ、いるここよし。ここで思い出したけどさ、その福岡に夏ね、8月に福岡に遊び行ったんだけど、メイド喫茶行ってさ、そのここっていうさ、謎の踊りをさ、みんなで輪になってなんかやらされたわ。ここよし、まあ25まで上げるか。ちょっと MP 温存でいくんで防御。でスカウト要員なんだけど、実はもう一匹ね、もっと優秀なやつがね存在するんですわ。もうこの時点でね、実のところを言うと、密林の雨の日に、雨の日にしか、今何本？あれ？いけるか？雨の日にしか、その、行けない場所があって、そこに行くと、その、プチッド族がね、現れて、そいつがね、連続3回攻撃を持ってるんで、AI3 回じゃないよ、連続攻撃で、3打撃打てるタイプのモンスターで、ホークブリザード押すな。オッケーオッケー、ある帰ってもらう。ある帰ってもらう。うん、だからその一発一発にテンションが乗るから、連続持ちの方がね、スカウト要員としてはね良いんですよね。ちなみに、しかもそこに行けば、その武器もね、1個手に入るんよ、大木槌。だから行ってもよかったんだけど、まあまあ、そこまでね、重要ではない。うん。めちゃくちゃ安定はするよ、安定は。スカウトも、武器も手に入るし。けど、ボキはね、効率プレイやってるんで。で、こいつ捕まえます。攻撃、この真ん中のリザードキッズ、こいつを捕まえて、プリズニャンか、うーわーやめろー、プリズニャンか、アルミラージと配合します。
うわー、これ砂煙ややこしいな。25で行こう。50で行こうと思ったけど砂煙撃たれて、あーあああ、の溶けるまで行きます。溶けるか いたずらモグラのテンションが100になるかまで行きます。これ時間経過で溶けるよな。あ、溶けた溶けた。 OKOKOK よし、うー、ブラウニーがまた効いてる。一旦待つか。一旦待ちます。あん、1匹の 100% には上限があるんでね、前も言った通り上限があるんで、まあまあけどこの序盤での 100% はまあほぼ 100% なんだけどね。59 OK。 はい、リザんじゃ、レベル上げたいんで一応連れていきます。リザメスかってことはアルミラージだな。捕まえててよかった、捕まえててよかった、耐えた。よし、じゃあ抜けちゃいます。もうボス戦です。満タンしとくか、満タンするか。よし、あ、ここにも回復の棒あったんか。ちょっと見逃してましたね。ってことで、棒のようなものを、まだ触らない。ちょっと、イザナイがあそこにあって、その前にこっちに、これ回収します。これ世界樹の葉。念のためね、念のため。念のため用。んで、ここでイザナイ発動。でここのイザナイ発動させとけば後にそのあれ、あーちょっとちょちょちょ、あれ棒はこっち、棒のようなものがない。ええ、棒のようなものは あった。後にね、あのメタルスライム、狩りの時に雪山に、来る、場面があれば、イザナイ飛んできてこっちから出て奥のフロアに行けば、一匹湧いてるんで、そこが、一番早いかな。さあボス戦です、いきます。まあ大丈夫、まあ大丈夫ですね。だからもうここのボスより次のエリアね、雪山の次は断崖、断崖攻略の方がね、そっちの方に頭いっちゃってるわもう。でさすがに断崖はこの今のメンツでどうこうできるレベルではないだいな、しんどい。いけることはいけるけど、毎回いい勝負しなきゃいけないみたいな、敵に当たるたんびに。なのでちょっと配合を考えていかなきゃいけませんね。だからすぐにね、すぐに捕まえて、配合
これとこれを合わすことによってすぐにこれができるみたいなお手軽配合をね、お見せしようと思います。断崖行ってからね。はい、ブオンジュニア。まあここはまあ普通にこいつらは殴らして水鉄砲、まずは様子見で防御しといた方がいいかもしれないけど、スカラを自分に、うん、自強化。はい、強い。なんやだテンション上げさせてもいいけどね。1、11、あすから1回入れることでもうこの通常攻撃を完全に無効化したね。完全に無効化した通常攻撃。んじゃあ鉄砲水で援護射撃していきますか。はい、弱い。もう撃たないもう撃たない。あ、そうか、鉄砲水ってヒャド系の対戦になるのか。そういうことか。まあじゃあスカラみんなに巻いていったらいいんじゃないの。先ブラウニーで自分のスカラが切れないようにね、それだけ気をつけて。岩投げ、うん。じゃあここで、まあ、ちょっと待って、スカラ自分にして道具で回復させよう。条約、さすがに C メーター落ちちゃうとね、もうな殴りしかできなくなるんで。はい、じゃあ、こうスカラをいた。もう勝ち確だねこれは勝ち確やね。うん、守りの切りとかやっちゃう。1回の攻撃を無効化する不思議な霧です。じゃあベウフォイミ、はい、あーい。も攻撃力で、ちなみに守備アップもちょっと上げなきゃいけないんです。はい、守備アップ2がね、スカウト9で出現するんで、そのお題が出るまでにね、守備アップ2も用意しとかなきゃいけない。まあこんな感じでブオンジュニアでした。で帰ってきたと。特に何集まったりしないん、キストーラの時は。でキストーラからね、その俺の品としてイケメンマガジンがね、イケメンマガジンだっけ、あ違う、禁断のバイブルか、禁断のバイブルがもらえますんで、まあ、これで、オスメスモンスター、うん、どっちか両生類の両生のやつを、出てくるやつを出現させるっていうやつなんで、もらっときます。で、拾ったやつは入れて確認。
とまだエッチな本とかには足りないな。イケメンマガジンも、まあここら辺もね結構ね、あったら便利だからね。バーハドリンクとか魔導士のコインとかね、まあこれも用いてね次の、攻略いろいろ考えていこうかなって思います。はい、よし、一応ちょっとメンツだけね。はい、これがねとりあえず今回の雪山攻略メンバーでした。で、次は、一応闘技場行って、新しいエリアのね、行き方を教えてもらわなきゃいけないんだけど、一回闘技場行って、そのまま断崖に行くから配合せずにまず闘技場をクリアする、うん、でその後に、あけど電電流はもう作っといてもいいですね。このレギュラーメンバーだけはもう闘技場で、戦わせるんで、置いといてそのまま闘技場で戦う。で電電流見して、そのまま電電流持って帰ってきてレベル上げてスノードラゴン作ってっていう流れですね。はい、あと、断崖ついたらまた断崖で、魔物を、スカウトしてまたちょっと配合しないとクリアできると思うんで、ちょっと配合をちょい考えます。今日仕事しながら今日考えます。今日もう仕事、しながら、配合断崖に出てくる魔物あれでこれで、ってことはあれを混ぜてけどスカウト用に置いとかなきゃいけないからっていうのを仕事中にやってます。でその合間にアザ野郎に引っ張るだけのゲーム死ねで、言ってんで帰ってきて、またやろうと思います。はいはい、はい、では、ご視聴ありがとうございました。